アジャリア自治ソビエト社会主義共和国、またはアジャリアアスワ、アジャールアスワは、ソビエト連邦、グルジアソビエト社会主義共和国に設置された自治共和国。アジャリアアスワの建国50周年を記念し、1971年にソビエト連邦で発行された郵便切手。1918年から1920年にわたるトルコとイギリス軍の一時的な占領の後、 アジャリアはサイドグルジア民主共和国に再統合された。1921年3月のトルコとソ連の短時間の軍事衝突の後、トルコ政府はカルス条約の第6条に従って、ムスリムに自治が提供されるという条件で、グルジア領をソ連に譲渡した。ソ連はこの条項に合うように、アジャリアアスアを1921年7月16日に設置した。この自治は、 ムスリムの信仰の自由を保護するとともに、この地域にトルコの影響力を残そうとするものでもあった。しかし、ソ連はこれを阻止するために国会の政界権を掌握し、ソ連支配下のアジャリアでは国民の共産主義化が優先しイスラム教はキリスト教同様に指南された。1929年4月、イスラム住民は信仰の弾圧と強制集参加に、 反対して、アジャリアで、武装を放棄した。しかし、この反乱はすぐさま鎮圧され、多くのイスラム住民がこの地を追われた。1991年のソ連崩壊の後は、ジョージアのアジャリア自治共和国に再編されている。ありがとうございます。